今日のカナフル TV はみんなで楽しむ神奈川のパラスポーツ特集。実は障害者だけのスポーツではないんです。挑戦すると奥が深く迫力満点のパラスポーツの魅力をお届けします。入んないと思うでしょ。入んないのよ。難しいのよこれが。神奈川県エンターテインメント広報カナフル TV スタート。こんばんは、司会の田崎ひかりです。今週はうつさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。うつです。うつさん、どうしました？久しぶりに会わないからちょっと他人行儀な。そうそう、距離感をね。いや詰めていきましょうよ。前髪短くなりましたね。ちょっとやりすぎましたけどね。いいじゃないですか。まあ毎日暑いですからね。そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそしてルイルイ。はい、よろしくお願いします。こんばんは、ルイルイ。あ、うつさんだ。うつさんやめてよ。うつでいいよ。ね。さあ今日ははいはい、ということで今日はですね、8月25日今日なんですけども、パラスポーツの日ということで、はい、神奈川県内で行われているパラスポーツ、こちらを取材してきました。お楽しみ。はい、うん、ちょっとそのパラスポーツ体験してきましたんで、体験、そう、普通の、まあ、一般的なスポーツの面白さプラスアルファ、うん、パラスポーツでしかこう味わえない楽しさ、これをね味わってきたんで、ぜひ紹介させてください。おー、ルイルイ楽しかったよ。いやね、本当迫力あるものからね、魅力あるものまでたくさんありますからね。はいはい、現在ですね、神奈川県ではパラスポーツを障害のある人がするスポーツという考え方から一歩進めまして、うん、全ての人が自分の運動機能を生かして同じように楽しみながらスポーツをする、見る、支えること、この3つを推進して神奈川パラスポーツとして取り組んでいるんですね。そして、はい、いよいよパラリンピックも今週から始まりますから ね、 楽しみですね。うん、楽しみ。はい、さあということで今回は私ウッズが大迫力のパラスポーツ体験してきました。ね、VTR どうぞ。よいしょ。ということでね、県立スポーツセンターやってきました。スポーツアリーナ2ということで、こちらでねパラスポーツが楽しめるということなので、早速行ってみましょう。さあどんなスポーツなんでしょうね。ウッズがやってきたのは藤沢市にある総合スポーツ施設、神奈川県立スポーツセンター。さまざまなスポーツの練習の場として活用されています。綺麗な、ね、体育館ですね。あ、見つけました。これだこれだこれだ、やってるやってるやってる、これだ。体験できるパラスポーツ。おお。ウッズが最初に体験するのはゴールボール。静寂の中の格闘技とも呼ばれるアグレッシブなパラスポーツ。ウッズ頑張って。どうもウッズと言います。よろしくお願いします。いやーすごいですね、迫力ありました。見させてもらったんですけども、はい、このゴールボールのルールをちょっと教えてもらってよろしいですか。あ、はい、はい、簡単に言うと、ゴールボールは 1チーム3人の選手がこのアイシェードと呼ばれている、はい、まあ、目隠しのゴーグルをこう装着して、はい、うん、でも全く見えない状態で、ボールを、この鈴の入ったこの音の鳴るボールを転がしてゴールに入れていく、はい、それを競う。そうです。これは普通に障害のある方ない方関係なく。そうですね、このアイシェードつけるともう目を見えてても見えてなくても全く関係ないので、はい、もう本当に誰でもどなたでもできるスポーツ。なるほど。あと1個気になるんですけど、はい、レ、ビ、これビ、どっちですか。はい、これはビ、ビ、ビースターズ。ビースターズでいいんですよね。はい、やっぱりだいぶそっち側だった。はい、これはもう皆さんがこう愛してるチームの名前を取ったと。そうです。このビースターズは神奈川県内唯一のゴールボールのチーム。20代から40代までおよそ10名が所属し、日々練習を積んでいます。お話を伺った代表の熊谷さんは、神奈川県ゴールボール協会の会長も務めているんです。どうしてこれを熊谷さんは始められたんですか。ゴールボールきっかけってありますか。あります。私はもともと生まれつき、まあ、ちょっと目の、病気を持っていて、うん、まあ、進行性の病気だったんですけど、もともとはでも子供の時はこう野球やったりとか、うん、あ、まあ、バレーボールやったりとかいろいろスポーツやってはいたんですけど、はい、まあ、だんだんやっぱり見えなくなってきちゃって、うんうんうん、でもやっぱりなんかスポーツやりたいなと思って、はい、で、まあ、視覚に障害があってもできるスポーツなんかないかなと思って探したのがきっかけです。私は、まあ、一応晴眼者といって視覚障害は持ってないんですけど、もともと同じ会社の同僚で、はい、このゴールボールをやっていて、サポートとして手伝ってほしいって言われたんですけど、うん、
まあ、一回体験もしてみたいなと思ってやったら、はい、私あの本当球技からきしダメだったんですけど、うん、このゴールボールだけはもう身一つあればできる、もうボールを止めさえすれば投げれなくても止めさえすれば貢献できるっていうのでもうドハマりしてしまって、ちなみにこれはどれぐらいのスピードで襲ってくるものなんですか？そうですね、もう本当にこうあの日本代表の選手とか、まあ、世界で活躍している選手なんかはもう時速60キロ70キロぐらいの球を投げてくるので、もう本当に投げたと思ったらもうすぐ自分の目の前に飛んできてるみたいなイメージです。ちょっと、ね、テレビの前にいる方は分からないかもしれないですけど、ゴムの塊だと思ってください。これが60キロ50キロ70キロのスピードでこう襲ってきて、皆さん体を張って何事もなく止めたんですよね。やめとこうかな。はい、さあまずは素早くボールに追いついてキャッチをする練習です。これ音の方向をしっかり聞き分けるのがコツなんですね。あ、これは難しい。そう、意外と進んでるんです。進んでなかったりするんですよ。自分が向こうに行ったの分かります。向こうに行ったの分かります。分かりますけど、床につきながら横に滑りながら手を伸ばしていく。こうしてこうだ。そうです、そうです。あ、すごい難しい。さあ続いてはゴールを守る基本の動きです。こう横幅9メートルのゴールを3人でこれ守らないといけないので、顔はしっかり守りながら怪我しないように、あ、こう体で止める。お、うまい。はい、そしてこれ特徴的なのがコートのラインの中に紐が入ってまして、うん、このデコボコ、これを触ったり踏んだりして自分がどこにいるか確認しながらやっていくんですね。なるほど。はい、そして点を取るためのスロー、うん、これ自分の投げる位置をこうゴール背中合わせて正面を確認して投げるんですよ。そっかそっか、どっちが正面か分からないですもんね。そうなんですよね、うん、はい、で最初触れてから10秒で投げなきゃいけないんで、これ急いでやんなきゃいけないんですよ。早い早い。ここで慌ててもたもたしてる暇がないんですよ。結構スピーディーなスポーツです。確かに。スローのルールではゴールから6メートルのところに引かれたハイボールラインに注意しないといけません。3分割されたエリアで必ずバウンドさせなくてはいけないというルールなので、ボーリングのようにゴロで投げるのが一般的です。さあこちらチームウッズということでよろしくお願いします。お願いします。秋さんにエビさん、はい、ウッズでよろしくお願いします。お願いします。お手柔らかに頑張るぞ。おーってさっしゃさあ試合開始。これご覧ください、いきなりハイボールラインを越えてしまってファールをしてしまいました。こうなると1対1のこれフリースローになるんですよ。難しくなってきた。そう、ここで3人で守るとこ僕1人で守って止めなきゃいけないんです。さあどうなるか、頑張れ頑張れ。悲しいんですよね、これが難しい。でもこれ今回これ挑戦してみたんですけど、これ思ったのはこう音に神経を集中さすので、これ五感を研ぎ澄ましてやる、これがやっぱり面白いんですよね。すごいね、くるっと回って投げられるの。あれどうやって前向くのかなとか、すごいんですよ。さあそして相手のファウルでチームウッズ最大のチャンス。田崎さん、視聴者の皆さんよく見てください。まさかの、どうだ、まさかのゴールゴールゴール、入った、ゴール、すごい。なんかちょっと倒れてくれた感はありますけど、ちょっと遅めに、まあでもゴールしましたよ。さあ1対1追いついたのね、つかの間でした。これ見てください、技ありのスローインで、スローで、はい、追加点取られました。これ楽しかったですけどチームウッズ負けてしまいました。ありがとうございます。チームありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いやこれすごいです。僕自分がどこに投げているかがやっぱりちゃんとわからないです。あ、そうですね、難しいです。これ魅力なんですか、エビさん。この、 あの強いボール取ったりとか、はい、取って投げてやっぱ決めたりするのがやっぱりいいですね。いや、そう、周りからいやナイスゴールって言われた時にはちゃんと入ったんだっていうネットを揺らす音なんかもね、音だけでいろんな情報をキャッチしながらプレーするっていうのがすごい魅力だなとは思います。いや、またちょっとやらせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
どうですか？いや楽しそう、やってみたいと思いました。楽しいんですよ。でも意外と難しそうですね。そう難しいんですよね。これ本当に楽しかったんですけど、県立スポーツセンターはこう設備が充実してて、うん、ゴールボールの独特なラインあるじゃないですか、はいはいはい、紐を入れた、はい、あれを常に置いてくれてるんで、いつでもできる状態にしてくれてるんですよ。だからゴールボールに優しい、なるほどね、設備が整ってると、うん、田崎さんもこれ気になりませんか？気になります。アイシェードにボール、はい、ということでちょっと体験していただきましょう。ルイルイもどうぞ。やったー。さあさあさあ行きましょう。楽しみ。さあ体験してほしい。こちら来てください。どうぞルイルイもどうぞ。いやいやいや、よろしくお願いします。まずこのボールですよね、はい、田崎さん、はい、持ってください。あー確かに重たい。大きいですね。重たい。しかも音、そうこの音を頼りにやるっていう。じゃルールでちょっと これあ重っ。だからね、これちょっとドンってこう離してみてください。あ、いいですか。全然跳ねない。全然跳ねないんだ。しかもなんかすごい重たい振動が来た今。そうなんです。やりたい。やりましょう、やりましょう。じゃあ田崎さんつけてください。はい。あー本当だ。感覚どうですか。確かに、はい、真っ暗ですよね。よく眠れそう。一回回したらもうどっちがどっちか分からない。そうだね。じゃあここでしゃがんでもらって、田崎さんちょっと、はい、じゃあここにいてくださいね。僕がこのボールを転がすんで、はい、それをちょっと取りに行ってみてください。ルイルイ、じゃあの田崎さんの変なとこ行かないように。みんな静かにしてよ、静かに。そう、これはだからね、あの競技中はみんな静かにしてないとこの音聞こえないんで。はい、じゃあ行きますよ、田崎さん。はい、おお。いや反応早いですね。反応早いです。反応早い。じゃあもう一回言ってみますか。あのバウンドしたから分かった。はい、じゃあ行きますよ。はい、OK、佐々木さん。佐々木さん、終わり。OK、終わり。ここで、ここでストップ。ちょっと話、ちょっと分かんない。今のは分かんない、全然。やっぱり。どこいた？ほら。どこにいた？ボールは田崎さんのこの辺りに。もうあの追いかけるスピードとほぼ同じスピードでボールが行ってたんで。そうなんですよ。でもああいう感じになっちゃう。そうです。あの跳ねてくれればまだ分かるけど、はい、静かに転がっていくと全然分からない、うん、そうだからそれも技術で結構奥深くて難しい、うん、五感で楽しめるスポーツということで。さあ続いてのパラスポーツはこちらです。分かるかな、分かるか。さあ日産スタジアム、サッカーの聖地ですね。迫力ありますよね。ということで僕は新横浜にやってきました。続いてやってきたのはこちら横浜ラポールということで、こちらでもねパラスポーツが楽しめるということなので行ってみましょう。障害者のレクリエーションやリハビリテーションのために設立された横浜ラポール、こちらではどんなパラスポーツに挑戦できるのでしょうか。さあということで中入ってきました。聞こえますかこの音、キュッキュッキュッて、ね、ちょっと行ってみましょう。皆さん車椅子バスケットですよ。いやこれできないでしょう、僕やれるのかな。車椅子バスケットボール、東京2020パラリンピック競技大会で男子チームが銀メダルを獲得したのも記憶に残る迫力とスピード感が魅力のパラスポーツ。今回教えてくれるのは湘南 SC の皆さん。楽しんでいこうを合言葉に湘南西部や県央地域の仲間が集まって結成したチーム。映ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長田さんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。まあもうちょっと見させてもらったんですけど、はい、すごい迫力で。そうですね、まあ、そもそも車椅子バスケットっていうのは一体どういった競技なんですかね。まず、はい、基本的に体の、あの足の不自由な人がやるスポーツなんですけど、はい、今はあの日本の国内の大会は全て健常者も一緒にチームに入って日本一を目指すことができるスポーツで、はい、もう男女一緒に混合で関係なく、できる国内のスポーツ。あでこれですよね、これを使ってやる、はい、そうです。でこれってやっぱ普通の車椅子とはちょっと違いますよね。そうですね、やっぱこうパッと見て違うのは分かると思うんですけど、はい、タイヤがハの字になってるですね。それは何かというと旋回性がすごい、回転性が、あおかっこいい、ちょっとの力でもうすぐ回転する、うん、で気になったのがここですよね。そうです、バンパー、バンパー。自分たち、はい、足に感覚がない人とかも結構いるので、はい、ぶつかった時に怪我をしないように。そういうことか。国際ルールで、はい、床から11センチのところにバンパーをつけてくださいっていうルールが、ルールがもう決まってあるんですね。そうです、だからみんなもう当たる時は必ずここが当たるように。なるほど。あこれ後ろもこうやって。それだと特性は、はい、この転倒防止のリアキャスターっていうのがついてて、これだ、はい、これはもう転倒防止っていうだけあって、
取り替えても転ばない。あ、ちょっとじゃあ。あ、でも本当にすごい動きやすいですね、これ。やっぱ初めて乗った方は。ああ、すごいですね。あ、でも安定してますね。そうです。あ、上手です。本当だ。上手です。本当だ。で、長田さんはこっちです。こういうのもやりつつなんですけど、でバスケットと車椅子バスケットのルールの違いはどこですか？ルールの違いは、はい、大きな違いはまずダブルドリブルがない。なのでドリブルをして一回保持しても、はい、またドリブルしても大丈夫。あー、なるほど、はい、でもトラベリングはあるので、はい、それはみんなの2歩が自分たちの2こぎになります。あ、はいはいはい、なのでボールを持った状態で2回漕いだら1回ドリブルをして、うん、でまた持って2回漕いでドリブルをしてっていうのを続けていけばゴールまで進んでも。そしてもう一つ大きな違いが持ち点制度。障害の程度によって各選手に持ち点が設定されます。持ち点は 1.0 点から 0.5 点刻みで 4.5 点までありますが、コート上の5名の持ち点の合計点が常に14点以内となるようにチームを編成しなければいけないルールがあるんです。持ったまま2こぎしたら1回ドリブル、2こぎしたらドリブルしてゴールに向かってあとはシュートを打つ。1、2したらで、1、2でこう、1、2でこう。あ、でも全然、でも腕の力だけじゃ難しいですね。で、次コツをします、はい、ちょっと寄りかかって起き上がる反動を使ってみてください。はい、おお、惜しい。さあ、これ本当にこれシュートが難しいんですよ。なかなかね、これリングに当たるか当たらないか、当たらないかのとこでね、なんかね、もう何でもできる僕が。ウッズには練習してもらって、選手の皆さんにお話を聞きましょう。自分たちってその健常、障害ない人健常者って言われると思うんですけど、まあ、その人たちとは足使って一緒にかけっことか言ったらできないんですけど、パラスポーツだったら同じ条件、競技用に車椅子に乗っちゃえば、同じ条件で一緒に競い合うことだから、そこで平等っていうか差がない、壁とかがなくスポーツをできるっていうのがすごい魅力的なところかなと。まあ、バスケット時代に言ったらやっぱゴールを、やっぱ自分でゴールを決めるっていうあの快感はもうたまらなく、もう気持ちいいものがありますね。これもう一点でも取れればすごい嬉しい。やっぱ障害者も健常者も一緒にプレーできて、まあ、一生懸命練習すれば健常者にも負けないところがやっぱりいいと思います。椅子バスケで日本を熱くする、この文字を読んだら入りますよ僕は。どんどんこんなもんか、入んないと思うでしょ。入るのよ。あれ、素晴らしい。何テイク撮りました？30以上投げました。でもすごい。もうね、綺麗なやつだったんで、もう一回皆さんスローで見ますか？何にも引っかからずにスパッと入った。すごいですね。綺麗でしたよ。普通にね、入れるのも難しいですからね。同じ高さですからゴールはね、うんうん。早速乗ってみましょう。はい、田崎さんどうぞ乗ってください。あ、でもかなんか動きがすごく軽い。結構動きますね。そう、簡単に動くんですよ。そうだから足はここに出ちゃダメですよ、怪我するんで、こう中に入れるっていう、はい、それでちょっと前行ったり後ろ行ったり、自分が思っている以上に進む。そうなんですよ、軽いんですよ、やっぱちゃんと考えられてまして、すごい、そう、それでドリブルをしながら行くっていう。あ、すごい、そう、回る、すごいすごい、このなんていうの、ま、動かずにその場で回れるのがすごい、うん、すごいですよね。ほら、もうなんか自分が できるような感じになりますよね、それだけ。すごい、あ、ボールで、そうで、ドリブルを横でする。もうやめてやめてやめて、不安になる不安になる不安になるんで、はい、ちょっと降りてみてください。あ、面白い、このすごい小回りがものすごく効く。だからルールにもこれ乗ってみます、ね、いいですか？乗ってみ乗ってみ、ありがとうございます、はい、すいません、グッと押さえておくんでね、いいですよ、ルール、はい、これすごい、いや、かっこいい、かっこいい、あ、でも普通の、おお、めっちゃ動く、ね、思った以上に急にふわふわに動きますよね。急に関西弁が出てきてこれ後ろ倒れないんで、そう、なるほど、そう、ここにあるんで、この反動で、ね、そう、この反動でピョッとこう、ちょっと回ってみていいですか？グッと、あ、うわ、すごい、
これをねみんなでこう体験してみると乗るだけでも全然違うじゃないですか。確かに、これに乗ってバスケットをするっていうのを体験してみたい。それね、僕もやったんです。ちょっと映像じゃないですけど、ちょっと練習試合みたいに参加させてもらったんですけど、もうね、あのみんながこっちでゴール決めました。そして向こうに行くときに、向こうで終わったときに僕がつくぐらいの、あ、そう確かに、すごいスピードなんですよ。やっぱり技術がいると思う。なんか狙ったところに行かないですね。すごいよく動くけど、狙ったところにこう行くには、そう練習がすごい要さなきゃいけない。そしてこれボールをちょっとルイルイ持ってみて、これで上に投げるんですよ。あの高さに、これはね、これは難しい。僕がね30球ぐらいやったやつをもう一回スローで見ましょうという気持ちがね分かるぐらい。これでドリブルして、そう持って漕いで、漕いで2回漕いだら1回ドリブルして、相当練習しないと、まあ、普通に僕あの立ったままのドリブルもできないですから。いやもうパニックね、これはパニック言わない方がいい。それもあのさっきのゴールボールもそうですけど、チームでみんなでやれるっていうのが楽しいですよね。で考えられた14得点の中でやるっていう ね同じ条件でできますよね。そうなんです、それが素晴らしいです、はい。さあ続いていきましょう。続いてはですね、日本代表のアスリートとして活躍しているパラスポーツ選手でございます、田崎さん、はい、たくましい腕、はい、美しい腕に見とれないように、それでは VTR どうぞ。伺ったのは海老名市にあるクライミングスペースレッジ。充実したクライミングウォールがある屋内施設で、初心者向けのボルダリング教室などアクティビティも楽しめる人気スポット。こちらで紹介するパラアスリートがパラクライミング平井亮太選手。パラクライミングも普通の通常のスポーツクライミングと同じ壁が使われて、でも大会ではそのルートセッターという方がルートを作ってくれるんですけども、そのルートもそれぞれの障害に合わせたルートを作ってくれて、それで大会の競技に打ち込むことができます。で、障害でもやっぱ片腕欠損や片足欠損でも、目が見えなくても体の動きに制限があってもチャレンジできるのがこのパラクライミングのいいところでもあります。パラクライミングは通常のスポーツクライミングと同じ高さおよそ15メートルの壁をロープなどで安全確保しながら、壁に設定されたルートを登り、その登った高さを競う競技。身体の動きに制限がありながら自分と向き合い、高い壁に挑む挑戦、その姿は見る者すべてに感動を与えます。自分がきついと思った時に、もう本当は無理かなって諦めたいって時に手を出して届いた時、自分の限界を超えれたなっていう感覚がやっぱ一番の自分の中での魅力ですね。平井選手は27歳の時に難病の副腎白質ジストロフィー AMN 型を発症。足が棒のような感覚になり、徐々に足を思うように動かせなくなっていったといいます。もう正直もう人生どうでもいい、もうなんで自分なんだって、生きてる意味なんてないっていうところからやっぱり始まってしまったんですけども、その中でこのままじゃダメだと、もうどうでもいいと、この本当2つの考えがもうずっと頭の中でループしてる毎日で、でもやっぱその中でこのままじゃダメだっていう気持ちで本当少しでも多分勝ってくれたんですね。そこで本当踏み出せた小さな一歩が今につながってると思うので、パラクライマーの方と知り合うことができて、その方から一度やってみないかってお誘いがあって一度やってみたんですけども、やっぱその登ってる時の一手一手が本当自分と向き合う時間で、なんかすごい生きてるなっていう実感があって、そう今本当に苦しんでる方でも何をきっかけにこの先未来が変わるか本当分かんないと思うので、ぜひ自分の未来を諦めないでほしいと思います。やはり今ロサンゼルス2028年のパラリンピック種目に決まったので、まあ、その中のクラスとかそういう詳細は決まってないんですけども、やはりそこを大きな目標としては見ていて、でもちろんその前に一つ一つ小さな目標も達成していかなきゃ絶対たどり着けないので、今目の前にある壁を一つ一つ越えてそこの大きな目標にたどり着けたらいいと思っております。でその中で
この自分が頑張ってる姿を見てくれる方がもう一緒に頑張ろうって思っていただけたら嬉しいと思います。いやもう本当にアスリートとして感動しますね。なんかパラスポーツだからとかいうことは関係なく、人ってみんな何かしらできないことがあるんです、ですね、それをこう乗り越えてできるようになっていくその姿にものすごく感動しますね。いやその一歩がかっこいいですね、その一歩踏み出すことができた自分っていう、ね、いやでも神奈川県出身らしいんで視聴者の皆さん応援しましょうね。いや、はい、ロサンゼルスオリンピックもね、応援したいですね。登ってる姿すごいかっこいいですもんね、超人だなと思いましたけれども、平井選手なんですが自分の活躍する姿で同じ病気で苦しんでいる方に勇気を届けたいという思いで講演会も行っているそうです。いいですね、聞きたい。さあここでお知らせです、はい、神奈川パラスポーツの普及推進を目的としてパラスポーツフェスタが今年も開催されます、うん、日時は10月13日日曜日午後1時から2時30分まで、場所は今日ご紹介したゴールボールの練習が行われていた県立スポーツセンター。ボッチャや車椅子テニスなどのパラスポーツが誰でも体験できます。他にもいろいろなスポーツが体験できるスポーツコミュニケーションデーと同時開催されますので、ぜひお出かけしてみてください、はい、またですね、県立スポーツセンターにはパラクライミングにも対応したクライミングウォールがあるため、公認スポーツクライミングコーチが一緒であればクライミングが体験可能です、はい、ご興味のある方は県立スポーツセンターのホームページからご確認ください。いや田崎さんどうです、今日ちょっとまあ見るじゃなくて触れてみて やっぱ見え方が変わりましたよね。もともと興味はあったんですけど、うん、やっぱりがぜん興味がですよ、ね、はい、湧きました、はい、ぜひね皆さんもプレイしてもらうのもいいですし、観戦しに行くともいいですし、あとサポートに参加してみるというのも、はい、きっとねまた見方が変わると思うので、ぜひ皆さんも一度パラスポーツに触れてみてください。